岡崎市民駅伝競争大会は毎年1月中旬に愛知県岡崎市で開催される駅伝大会。1950年から続く同士の伝統行事であり、一般部門のほかに市内のすべての私立中学校と高校が競い合う学生部門がある。1950年1月第1回の駅伝大会が開催される。大会名は 市内一周冬季体幹駅伝大会。当時のコースは、加護電公園前スタート、モダン通り北上、伊賀町愛知県道39号岡崎、アスケ線南下国鉄岡崎駅、太平町ラ町、天馬通り精神、厚生北交差点左折国道1号交差点左折、市役所玄関前ゴールであった。1951年1月24日開催の第2回大会から、 市役所前スタートに変更される。1953年2月15日開催の第4回大会のコースは以下の通り。市役所前、岩津町役場矢萩京都国鉄岡崎駅、美郷駅市役所前。1973年1月21日開催の第24回大会は完全往復のコース。愛知県岡崎総合運動場滝町、大谷町。 岩中町、祖父町、千原沢町、木平町。1975年1月19日開催の第26回大会のコースは以下の通り、愛知県岡崎総合運動場、稲熊町、箱谷柳町、田口町、板田町、岩中町、大谷町、米川地町、滝町、愛知県岡崎総合運動場。その後1980年代に、現行の 約3 0トルのコースとなる。奇襲点は岡崎市体育館のある6名公園運動場。6名公園の貯留地設置工事をきっかけとして1993年の第44回大会から奇襲点が岡崎中央総合公園入り口に変わった。中学校男子の部、高校男子の部、一般男子の部の3部門制がしばらく続いたが、 1999年の第50回記念大会から、中学校女子の部、高校女子の部が新設された。2006年には、一般女子の部が加わった。高校女子と一般女子のみ起点が異なり、私町のライフコサージを岡崎からスタートする。2009年1月18日に行われた第60回大会では、開催2日前に、 岡崎市民会館で有森優子を招いた記念祭が開かれた。2010年の第61回大会では史上2校目となる男女アベック優勝を流会中学校が達成。なお、男女とも A チーム、B チームの中でも優勝し完全優勝。小坂井元監督は矢萩中学校指導に続き2校目の男女アベック優勝達成となる。また、 岡崎市とゆかりの町提携を結んでいる茅ヶ崎市の市役所陸上部がオープン参加した。大規模な交通規制をする都合上、運営側は、戦闘走者が中継所を通過してから15分遅れたチームについては、各中継所審判役員の裁定で次の走者を出発させるというルールを設けている。近年、競合チームの出場により、高速レース化し、繰り上げ、 スタートが100チーム以上となっていたことから2014年から一般男子を2部制に分けた。前年40位までに入ったチームと出場選手の持ちタイムが良いチームは従来のコースである一般男子1部とし、その他を短縮コースの一般男子2部とした。ところが優秀なチームが高順位を狙って2部に参加しているため繰り上げの基準となる 戦闘走者は常に2部のチームとなる障害が現れた。2016年1月17日に行われた第67回大会は前年より32チーム増え311チームが参加した。2017年1月15日開催予定の第68回大会は前日から降り続いた雪のため中止。大会中止は初めてのこととなった。 白たすきチーム増加の問題を解消するために、同大会から一般男子2部、高校女子の部、一般女子の部のスタート地点は、私京南堤防道路3冊に変わった。中継所も岡崎工業高校前が羽小学校、運動場に変わった。2018年1月21日に行われた第69回、大会は324チームが参加。 学生部門の優勝チームは、中学校男子の部が、龍海中学校 A、中学校女子の部が、睦つ北中学校 A、高校男子の部が、岡崎城生高校、室、高校女子の部が、光が丘女子高校 A であった。なお、光が丘女子高等学校の陸上部は2017年12月24日に、開催された、全国高等学校駅伝競争大会に初、 出場し11位を記録している。2019年1月20日に行われた第70回大会は過去最多となる331チームが参加した。2020年1月19日に行われた第71回大会は327チームが参加。中学校女子の部は前年12月の第68回愛知県中学校駅伝大会で初優勝を果たした。 むつびきた中学校 A が優勝した。閉会式後には、同中学校駅伝部の祝賀会が開かれた。大会当日、中日新聞社の方が、沿道の応援者に配られる。モダン道路、中学校男子の部、中学校女子の部、高校男子の部、一般男子一部は10時スタート。一般女子の部は10時35分スタート。高校女子の部は10時36分スタート。 一般男子二部は10時37分スタート。一般男子二部の女子選手の参加は1名のみとし、出走区間は自由とする。以下は2020年の第71回大会のコース。6名薄いポンプ場の建設工事の関係で、岡崎市体育館南が6名公園運動場に変わった。ありがとうございます。